皆さん、こんにちは。今回から、FF8 の縛りプレイをやっていきます。縛り条件は、オープニングで説明した通りですが、適宜、補足説明をしつつ、進めていきたいと思います。まずは、これから長い間付き合うことになる主人公に、名前を付けます。今回の縛りプレイでは、戦闘中のコマンド入力を一切行わずに、クリアを目指します。ということで、基本的に受け身で、立っているだけになりがちなので、名前は、突っ立ってる、にしました。よろしくね、突っ立ってる。自由に動けるようになったら、本縛りプレイの肝となる、アイテムを入手します。初期状態で持っているアイテムは、こんな感じですが、FF8、リマスタード、Steam 版に搭載されている、公式ブースト機能、すべてのアイテムを入手、を使うと、魔法のランプやソロモンの指輪など、イベントで手に入るアイテムを除いた、ほぼすべてのアイテムが、100個ずつ入手できます。戦闘シーン波乱に終わらせて、ストーリーだけを楽しみたい人にとって、嬉しい機能ですが、縛りプレイヤーに対しても、新たな可能性を切り開いてくれました。学習パネルで、初期ガーディアンフォースを2体入手します。今回のガーディアンフォースは、ご飯のお供シリーズにします。最近、カルディでご飯のお供を買い漁るのにハマっているからです。ご飯のお供がたくさんあるだけで、朝ご飯が楽しみになります。お金をあまりかけずに、幸せになれる方法だと思います。明太子としば漬けを入手したら、ドローポイントでケアルを入手しつつ、キスキスとデートに向かいます。本プレイは、移動中の行動には制限がないため、必要に応じて、メニュー画面で、回復を行います。外に出たら、炎の洞窟には向かわず、バラムの町に行って、ショップで、いらないアイテムをすべて売却します。
残すのは、光のカーテン、文句の心得、百本針、忘れ草の実。それらのアイテムを使って、明太子と芝漬けに、オートリフレク、カウンター、ダメージが絵師を覚えさせます。コマンド入力なしで、敵にダメージを与える方法の、3点セットです。基本的に、これらを駆使して、強制戦闘を乗り切っていくことになります。なお、縛り条件により、不要となるアビリティは、忘れ草で忘れさせてしまいます。具体的には、ガーディアンフォースの HP や攻撃力を上げるアビリー、応援、コマンドアビリティです。もちろん、カードも忘れさせます。ただし、ドローのコマンドだけは、ドローポイントからのドローに必要になるため、忘れさせてはいけません。それを失念して、ドローを忘れさせた後にセーブしてしまったせいで、再度、公式ブーストでアイテムをすべて入手し、ドローの書でドローを覚えさせた後、残りのアイテムをすべて売却する、という無駄な作業をもう一回やる羽目になりました。おかげさまで、所持金は9000万、近くまで増えています。独身なら、シードなんてやめて、ファイアー生活が送れるくらいの資産です。さてさて、ノーコマンドクリアに必要なアビリティの準備が整ったので、最初のボス、イフリートに挑んでみます。イフリートは、FF8 で最初に戦うボスであり、シード試験を受ける生徒が事前課題として倒す相手になっていることからもわかる通り、さほど強いモンスターではありません。しかしながら、縛りプレイにおいては、しばしば、強敵として立ちはだかります。レベル6、HP1068 で固定。炎属性を吸収し、霊気属性が弱点です。戦闘開始後しばらくは、ファイアの魔法で攻撃してきて、複数回攻撃を受けると、こしゃくな人間どもめ、とのセリフを吐いた後、パンチでの攻撃を使ってくるようになります。こちらのダメージソースは、ダメージ返しと、パンチ攻撃へのカウンター、と考えていました。しかしながら、ファイアのダメージ返しで相手にダメージを何回与えても、パンチを使うモードに移行しません。カウンター系の行動ではなく、明確にコマンド入力して発動する行動でダメージを与えない限り、攻撃を受けた回数のカウンターが増えず、パンチモードにならないようです。ということは、イフリートは、ダメージ返しのダメージのみで、倒さなければなりません。ダメージ返しは、受けたダメージの、4分の1を返します。つまり、イフリートの HP1068 をダメージ返しだけで削り切るには、キスキスと突っ立ってるを合わせて、最低でも4272以上の HP が必要です。ということで、ここからしばらく、イフリート討伐に向けた、パーティーメンバーの強化を行います。強化といっても、カードが使えないので、できることは、レベルを上げることと、ガーディアンフォースにアビリティを習得させること、ドロップアイテムから魔法を生成することしかありません。この先ずっと強制戦闘に参加し続けることになる、突っ立ってるのレベルを上げてしまうことは避けたいため、キスキス単体にした上で、オートリフレクト、カウンターで、モンスターを倒し続け、アビリティ習得のための AP 稼ぎと、レベル上げを行います。明太子の雷魔法生成、芝漬けの霊気魔法生成、これらと、モンスターがドロップする魔石系のアイテム、魚のヒレを使って、サンダー、サンダラ、サンダガ、ブリザド、ブリザラ、ブリザガ、ウォータ、を生成することができます。ただし、魔石は、モンスターのレベルが20以上。魔導石は、モンスターのレベルが30以上にならないとドロップしないため、キスキスのレベルをがっつり上げないと、ガケイ魔法、ガケイ魔法は入手できません。ガケイ魔法は、100個 HP にジャンクションすると、1400上昇します。キスキススの HP と、ガケイ魔法による上昇分を合わせて、4000程度まで上げる必要があります。ということで、それなりに長期のレベル上げとなります。手順としては、まず、芝漬けに、力ジャンクションを覚えさせ、カウンターのダメージを増やし、狩りを効率化。合わせて、明太子は、HP ジャンクションを習得しておきます。ついで、砂浜でコカロルフェイクを狩り、ドロップした魚のヒレから、霊気魔法生成で、ウォータを生成。これで、HP が少し増え、メニューでの回復頻度を減らせます。キスキスのレベルが27を超えると、敵のレベルが20を超え、魔石をドロップし始めます。合わせて、バイトバグがニードルを使い、毒状態にしてくるようになりますが、FF8 の毒は、行動直後にダメージを受ける仕様なので、行動しない本プレイにおいては、全く被害がありません。ということで、毒状態を治療する必要はありません。例
ただし、レベル20以上のグヘイスアイが使う、石化睨みは、単体を、即、石化させる凶悪な技なので、要注意です。幸い、リマスター版には、ワールドマップでのオートセーブ機能があるため、大事には至りません。キスケスのレベルが、43を超えると、モンスターのレベルが30を超え、崖絵魔法の材料となる、魔導石をドロップするようになります。FF8 を25年ほどやってくる中で、炎の洞窟に行く前に、カードを集めて、崖絵魔法やトルネードを入手するのが当たり前になっていたので、レベルを上げ、ドロップアイテムから魔法を作る、というプレイスタイルが、とても新鮮に感じます。キスキスがレベル63になったところで、崖絵魔法をジャンクションすると、HP が4000を超えました。これだけあれば、イフリートをダメージが石だけで倒せるはずです。バイトバグがドロップした魔石と魔導石がたくさんあったので、サンダラ、サンダガ、ブリザラ、ブリザガを、突っ立ってるとキスキスに100個ずつ持たせました。それでは、リベンジマッチ、行ってみましょう。ダメージが石だけで、イフリートの HP を削り切る必要があるため、念のため、制限時間は、一番長い40分に設定しています。言い忘れてましたが、稼ぎ作業の時から、バトルスピードを最速にしてあります。コマンド入力を行わない本プレイにおいては、バトルスピードは、速ければ速いほど良いです。ちなみに、オートリフレクを使わない理由は、イフリートが炎属性を吸収するからです。単体攻撃魔法を使い、かつ、その属性を吸収もしくは無効化しない相手に対しては、オートリフレクも活用していきます。イフリートを倒すまでに、ファイアを75回ほど食らう必要があるため、加速します。なお、公式搭載の3倍速機能は、オンにしても次元イベントのタイマーの速度が変わらないことから、ずるい気がして、ここでは使っていません。FF7 パソコン版もそうでしたが、高速モードにした時に、タイマーのカウント速度が連動しないのは、なぜなのでしょう。プレイを快適にするためのものだから、ですかね。実際、高速モード派とても快適で、それに慣れてしまうと、逆に通常モードがとても遅く感じてしまいます。ただ、2014年発売のパソコン版は、常に高速でプレイできたのに対して、リマスター版では、ムービーが等速モードに戻るようにデグレされてしまった点が、残念です。あと、ダメージが石一発で倒せる、というところで、イフリートの攻撃が止まってしまったので、まさかそんな仕様が?と思っていたら、単に連続で行動パスを選択していただけのようでした。やりました。イフリートを、ノーコマンドで撃破しました。思いついても、実際にやろうとする人は、あまりいないのではないでしょうか。そういえば、突っ立ってる、という名前なのに、稼ぎ作業でも、ボス戦でも、寝っ転がってるじゃねえか、というツッコミは、ライブ配信の時点でお腹いっぱいになるほどいただいたので、受け付けません。きっとこの先では、突っ立って、活躍してくれるはずです。さてさて、頑張って倒したイフリートが仲間になったので、名前を付けてあげます。卵焼き。皆さんは、甘い卵焼きと、だし巻き卵、どちらが好きですか?私は、ご飯に合う、しょっぱいだし巻き卵が好きです。卵焼きは、主に力を強化するアビリティを覚えてくれます。カウンターと合わせて使うと効果絶大なので、きっと、役に立ってくれるでしょう。話しかける教師を間違えてしまいました。クオーレは、大減点間違いなしですね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。